どうですかこれ。 Do Do どうも、皆さん、ダメだ。今回ですね、私の本気で作るですね、豚丼ですね。豚丼っていろんな形があるじゃないですか。今回はね、皆さんの大好きな吉野家さん風の豚丼、これね、最高にうまいのがね、できちゃったんですよ。これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきたいと思います。まず豚丼ですから、豚ですね。あのこれ、バラ肉のしゃぶしゃぶ用の薄い肉、ごく薄切りがあったらごく薄切りがいいですね。しゃぶしゃぶにできるような薄い肉の方が吉野っぽくなります。はい、玉ねぎが4分の1個、だいたい 60g ぐらいですね。で、生姜が、だいたい 5g ぐらいもないです。3g ぐらい。かつお節 3g ですね。あとは調味料は概要欄に書いてあります。ご飯ね。はい、ご飯用意しております。あの、パックじゃなくても、冷凍のままでもいいです。はい。はい、それでは早速調理開始していきたいと思います。まずはですね、僕の調理からいきます。最近のあの小吉の無糖のレモンが好きなんで、こいつで、まず僕の調理をして、僕に酒を入れることによって僕が柔らかくなりますんで、ということで乾杯。僕の表情を柔らかくすることによって、この動画にも柔らかさがふにゃふにゃになっていきますんで、ふにゃふにゃになりながらやっていきたいと思います。じゃあ、材料切っていきたいと思います。まずね、玉ねぎ、僕はこうくし切りというか、はい、ちょっとこう幅を持たせてこんな感じで、切るのがぽいかなと。これ切ったらちょっとバラバラにするね、こういう切り方なんじゃないかなっていう感じです。あの薄切りじゃダメなんですよね。これぐらいが、僕の短時間豚丼はベストだと。そしてこの鰹節は40秒ぐらいチン。今回両方似てしまうものなんで、同じまな板に置いちゃいます。はい、もし真面目な方は分けてくださいね。だいたい豚丼だとだいたいこう3等分ぐらいにした方がいいですかね。はい、これぐらいの薄切り肉を3等分で、だいたい 4,5 センチ幅ぐらいにします。で、さっきチンした芯がありますんで、これを揉みます。これをね、豚丼のね、タレに生かしていくんですね。はい、こんな感じでございます。これからね、煮ていくだけで完成するんで、もうちょっといた、やっていきましょう。やっていきたいと思います。お鍋、ここにね、玉ねぎを入れます。パラパラっとね、玉ねぎ結構多いですね、これね、4分の1個入るんでね。はい、ここにお水、60の CC です。 60cc。 ここにみりん、これでね、この豚丼のね、甘みを作っていきます。大さじ2で、お醤油でございます。大さじ1と小さじ1ね、小さじ4ですね。で、あとお砂糖、お砂糖が小さじ3分の1、ね、これで甘みで、ここにカツオの粉、わしゃわしゃにしたやつですね、こいつを入れていきます。これが、味の要になります。で、ここに今イノシン酸が入りました。このカツオ節のね、うまみ成分であるイノシン酸、ここにたった3振りの味の素、これで、グルタミン酸が入りますので、イノシン酸とグルタミン酸のうまみの相乗効果でグッと味が深くなります。で、ここにおろし生姜で、これが香りですね、肉の臭みを取り去ってくれますんで、豚丼の場合は生姜ちょっと入れた方がいいかなって、 3g ぐらいちょっと入れる。で、そしたらまず玉ねぎね、これ結構熱いんで、これを柔らかくしたい、だから一回沸かします。最初にまず玉ねぎを煮るんです。沸いてきましたね。沸いてきたら、ちょっと火を落として、蓋して5分間煮ます。5分煮たのがこちらです。色が染みてますね。で、ここから玉ねぎを5分煮た後に豚ね、豚入れていきます。はい、ちょっと剥がしながらちょっと入れてください。はい、こんな感じですね。こっからお肉ちょっとなじませていただいて、5分から10分、このままちょっとなじませて、この状態、これもううまそうでしょ。5分間この状態で煮ていきます。7、8分ぐらい沸かしたと思います。どうですかこれ。あの汁気がね、これぐらいの感じ、まあまだちょっとつゆだくな感じなんですけども、今ご飯温めてますんで、このご飯にちょっともうダバッとね、汁ごとかけていきたいと思います。はい、じゃあですね、この煮終わったこの、豚丼をで、これかけていきます。これがね、まあうまいのよ。どうですか。どう。Do Do Do これ
ドゥ、これ汁だくが好きな方は全部かけてくださいね。僕はもう結構かけると、もう全部いっちゃう。はい、でここに紅です。紅系です。紅系コカ・コーラ吉田風豚丼完成でございます。ではできました。いただきます。いただきます。吉野家日本酒売ってるの知ってる？吉野家で牛皿とおしんこですよ。やったことがない。やんなさいよ。最高よ。いただきます。じゃあいただきたいと思います。いただきます。おお、うまっ。ちょっと待って、アップさん、これ最高にうまいんだけど。いや、七味やらしてくださいよ。七味、ちょっと待って。あ、最高。これマジやばいわ。薄切り肉がこのご飯とすっごくマッチングして、ほんと美味しい。やばい美味しいです。これドゥーダクの感じもいいね。だしがほんと香る。これはやばいと思う。たっやばい。いただきます。ちょっとください。うまっ。うめえだろこれ。うまっ。これやばくない？やばっ。すごい。俺売れると思う。これうめえ。しみしみしみてんでしょ、うん、入れた瞬間うまい。もうこの豚丼だけでさ勝負できるでしょこれ。うんうんうん。それぐらい美味しいよね。うまい。ちょっと本当に美味しいですねこれ。つゆだくぐらいがいいかもしれない。つゆだく、俺このつゆだくすげえいいと思うんだよね。お疲れ様です。ということで、今回吉野豚丼いかがでしたでしょうか。コツはね、最初に玉ねぎを煮ること、そして薄切りの豚を使うこと、そして鰹節の粉で上品な出汁を作り上げることですね。バリうまいっす。超自信作なんで、ぜひやってみてください。一時期ベニー系とボニーピンクがちょっとよくわかんなくなってくる時があったんですよね。はい。全然違うんだよ。全然違うのにベニー系とボニーピンクが全然わかんない時があって、ということで、至高の豚丼じゃねえや。ポン行く？ポン。ポンで。見るまでポン。はい。見るまでポン。いきます。めっちゃ見つかる。うん。わがままフェアリー。これはね、クレヨン王国。だったね。そこまで。はい。クレヨン王国。じゃあ続いてます。明日のナーシャ。俺ら、YouTube、再生回数低くなったら牛丼やろうぜ。俺作ります。昔牛丼超食ったしな。俺マジでそうだ。自分牛丼食った。俺好きやーね。どこは中尾かな。中尾か。中尾か。結構だけど中尾。結構少数派。椎茸と白滝入ってるやつね。あ、そうそうそう、ね、白滝入ってるよね。あー、わかるわ。でも中も俺うどん食べちゃう。ああ、でも分かる。うどん食べちゃう。